外観。右側のセンサーに手をかざすと、流水の音が出る、擬音装置を搭載した、電装式の最新のフラッシュバルブトイレ用、擬音装置とは、音響機器の一つで、水洗音などを二次的に発する機能を持つ。主に女性用トイレ内の個室に設置される。水洗トイレの洗浄音を疑似的に発生させることで、排便、排尿や生理用品を交換するとき、 および衣服をずらした時などに発生する音をマスキングするために用いられる音響機器の一種である。こういった装置の生まれた背景には日本人女性に見られる自分の排泄音を他人に聞かれるのを嫌う羞恥心が挙げられる。擬音装置が開発される以前は排泄音を隠すため排泄時に水洗トイレの水を流す人がおり、こと多くの人が利用する公衆トイレでは 無視できない水資源の浪費、ひいては施設維持費用の増加要因ともなっていた。気温装置は、こうした水の無駄遣いを防止し、また経済的負担を軽減するため、水を流して音を消す行為を代替させる目的で開発された。こうした意識は日本特有であり、外国において排泄中の音が他人に聞こえることを恥じたり、それに伴う音消し行為は見られない。近年は、 節水や施設利用者へのサービスの一環で、この装置を導入する施設が増えている。装置の形式としては、洋式便座の位置機能となっているものと、電源が得にくく、個室も狭い既存のトイレにも後付け可能な壁掛け、電池式の薄型機種がある。この装置が設置されているトイレには、マスキングのために水を流すのをやめて、装置を使用する、よう。 啓蒙用のポスターが貼ってあることもある。また、電装式のフラッシュバルブに、この装置が内蔵された機種もあり、赤外線人感センサーで大便器の個室内で人体を換気すると、自動的に気温装置が作動して、不必要にフラッシュバルブを操作させなくして、水の無駄遣いを防止する。日本では、東東やイやックスが開発販売を行っており、 単体及び温水洗浄便座装備のものを用意している。校舎はパブリックトイレの女性用として装備されている一方、男性用はビデの機能とともに省略されている。機器の仕組みとしては IC レコーダーのようなデジタル音声再生による集積回路を利用して流水音を再生している。また、不特定多数の人が触れる公衆トイレ内の付帯機器に すでで触れて操作する機器感に配慮して、押しボタンではなく赤外線スイッチにしている機器もある。t o の試算によると、女性400人のオフィスで節約できる水量は、年間約551万リットル、節約できる水道料金は、年間約386万円と発表している。アイティメディアエンタープライズの記事をと姫がないなんて、ありえない。女子トイレの秘密によれば、 トー製品を採用した2004年1月から2007年3月に観光したオフィスビル27軒の女性トイレには乙姫を100%設置しているとの記載がある。トイレ用擬音装置の乙姫とはありがとうございます。